式会社 PEP 代表取締役吉澤麻里と申します。今日はスマートツリーに関して具体的な内容も添えてご紹介させていただきたいと思います。スマートツリーは韓国内で約20年にわたり ELT 教材を制作してきた eFuture という出版社が制作したデジタル教材です。これまでのノウハウをしっかりと詰めた子どもたちが夢中になって学べる教材です。저희는영어학습콘텐츠를개발하는회사입니다창업한지21년이되었고2011년에저희들이코스닥에상장을하게되었습니다현재는회사가많이발전해서30개국에수출을하고있고특히중국과남미수출이빠르게성장하고있습니다스마트리는혁신적인모바일기반의영어교육프로그램으로서5년과정프로그램인데요스마트리를학습하게되면파닉스에서에세이라이팅까지학생들이완성할수있는그런프로그램입니다비영어권학생들이영어를배울때애로사항이굉장히많습니다예를들면수도권을제외하고학생들이영어노출이절대적으로부족하고영어능력을갖춘교사를만나기가상당히어려운상황입니다이러한문제를해결하고자 eFuture 와 KT 가공동으로투자를해서언제어디서나셀프페이스드러닝이가능하도록개발한프로그램입니다그래서시골에있는아이들도영어를효율적으로배울수있도록그렇게설계한프로그램입니다この素晴らしい教材が日本国内の学校、塾、英会話教室でもご利用いただくことが可能になりました。スマートリーは3ステージ、トータル432ユニットで構成されています。各ユニットは学習ターゲットがしっかりと明示されているので、レッスンプランが立てやすく、あまり準備時間を必要としません。オンラインで学習した後は完全準拠のワークブックでオフライン学習が可能です。読んだり書いたりすることでさらに内容の定着を図ることが可能です。通塾式で学ぶからやる気が出ます。楽しくて飽きないから継続した学習が可能です。スマートツリーで学習することで普段はおとなしい子どもたちが驚くほど大きな声で発話をし、逆に座らせて学習することが難しいやんちゃなお子様たちが夢中になって取り組む姿を見ることができます。またスマートツリーはまるでネイティブとのマンツーマンレッスンのようにたっぷりと自然な英語を聞くことができます。スマートツリーのレッスンはサーバーに記憶されるので講師は別の時間に内容を確認することも可能です。しっかりと学習成果を確認できることで丁寧で的確な指導が可能となります。また準備時間をあまり必要としない教材なので講師は授業中しっかりと子どもたちを観察することができタイムリーな指導をすることができます。これまでの授業内容に加えることも、新規でスマートツリーを中心としたコースを開講することも可能です。機構に最も適した内容にカスタマイズすることがスマートツリーなら可能なのです。まず、お子様は何年生でいらっしゃいますか？はい、小学2年生になります。英会話は何歳から始められましたか？年少の頃から始めました。スマートツリーは何年生から始めていらっしゃいますか？1年生の新学期からですね。スマートツリーに関してですが、どのような点が楽しいと、ご本人おっしゃってますでしょうか？はい、まあもうゲーム感覚で遊んでるような感覚で学習ができているのかなと思います。まあ、幼稚園の頃の学習と小学校になってからの学習で、まあ、スマートツリーが入ってから何か変わったって感じるような点はありますか？そうですね、テレビとかで、少し英語の単語なんかが出てくると、それがこれ今のってなんとかだよねっていう風に聞こえたことがすごく嬉しいようで、私にぜひ言ってきてくれることが増えて、あ、ヒアリングの力がついたのかなという風に感じます。さあ、皆さんのスクールでもスマートツリーを活用して子どもたちの英語をぐんぐん伸ばしてみませんか？